ティーチャーズシフトをお聞きの皆さんこんにちは教育会 CT コンサルタントの小池浩二です先生の学校の三原直です直さんはファーストペンギンってご存知ですか はい、あの初めてのことに挑戦するベンチャー精神を持った人のことですよね今日は教育 ICT 界のファーストペンギンとも言える学校の先生をお招きしましたよそれは楽しみですねコロナ禍でのオンラインの取り組みについてもお聞きしたいと思います教育現場の ICT 活用と 先生の働き方改革を応援するティーチャーズシフト今週は広尾学園中学校高等学校の金子悟先生をゲストにお招きしています金子先生本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします広尾学園さんといえば全国でも有数の ICT 先進校として有名ですけども今現在学園として ICT をどのように活用しているのかから教えてください はい広弘まあ早めにそういう ICT の全校導入全校体制っていうのを始めたんですけども結構これ困る質問でありまして何 <laughs> て言いますかね導入した時はどういうふうに使うかってことをみんな必死になって考えるんですよね。うん、で具体的にどうなんだってことになるんですけどもそれがだんだんこう馴染んでくると。 もうそれぞれの授業であったり先生であったり生徒であったりあるいは部活であったりそれぞれの分野で自分たちに使いいいこと役に立つことをどんどん広げていってくれるんですね。うんうん、ですからもうどう使っているのかっていうことを私自身がもう把握できないと<ー>何かトラブルに結びつくようなことであればそれは注意しますけどもだけどもうこ,うこちらの理解の範囲を 結構超えてていいるっていうそういう状況で、まあ、むしろそのどう使ってるのかっていうよりもそういうふうに学園生活のベースに ICT が根付いているっていう状況が、まあ、自然な形なんだろうなというふうには思ってます。 78年前ぐらいに1人1台の iPad っていうのを中学校1年生から始めたっていうことでかなり話題になったかなと思うんですけども今現在は、えー、生徒1人1台環境みんな持ってる感じですかそうですね中1から高3まであの1700名全員が何らかの情報機器を持って学園生活を送ってます。えっと、かによって持っているデバイスが違うんですよね。 そうですねあの。インターナショナルこれは一番早い目にそれを始めたんですけどもインターナショナルコースは MacBook ですしそれから維新サイエンスと本科は現在は Chromebook を全員持ってるという状況ですね。うん なんかもうすでに特別なものではなくて当たり前にこうよく言われる文房具のようにあのそれぞれが使っていらっしゃると思うんですけど、うん、今公立の学校はギガスクールでようやくこう整備されるような状況の中でそういった公立の先生たちに何かこう導入にあたってのアドバイスがあったら伺いたいなと思ったんですがいかかがででしょうかそうそすね、まあ、僕らが導入した時とだいぶこう時代も変わってきているんで、はい、違いには言えないんですけどただその心構えとして思っていてほしいことは あの我々こういう新しいものを取り入れる時って,きてす,すごいあのはあるんですねだけれども私たちもそれを持ってましたけれども結果として本当に恐れたような大きなことは起きない、うん、むしろプラスの方がたくさん起こってくれたということがありますんで、まあ、最初のそのマインドセット的なところをあのもっと気楽に考えて。 もらえたらなというふうに思っています広尾学園さんでは導入当初からあの ICT 委員ということで生徒を巻き込んで一緒にルール作ったりとかってやってたと思うんですけども、はい、今も生徒たちの主体的なそういう運営っていうのはやられてるんですかそうですねまあこれは導入してから徐々に徐々にそういう体制になってったんですけどもとにかく先生方が指揮を取ってそれを使うっていうよりも 生徒たちの力をできるるだけ借りる、うん、生徒たちにもっともっと活躍してもらうそういったスタンスになったことで非常にその後の活用のまあ広がり方とか非常にスムーズにいったのはその生徒の力っていうのがあったと思いますね。そんな広尾学園さんですが一時は生徒数が激減したという時代もあったそうですけどもその当時はどんな状況だったのか教えていただけますでしょうか。 はいまあ、かつて女子校だったんですね広学園っていうのは今は教学になってますけどもで一時期は、まあ、生徒数のピークは1,800名<ー>中学校をかわせていたかなり大きい学校だったんですよ。うん、ところがそれがだんだんとですね生徒が集まれなくなり始めてもう途中から100人単位とか200人単位とか学年ごとにもう減っていくっていう状況。うん これを回復できずに、まあ、結果として1,800名が480名まで生徒数が激減してしまったっていうですのでもうこれ以上学校の存続できないんじゃないかっていうところまで追い込まれた時期が確かにありました。うん、なんかそんな時に立て直すにあたって何から始められたんでしょうか やっぱり自分たちがやってきたことっていうのはあのこれは非常に悔しいことであるんですけども一旦こうゼロにしてフラットな状態にして、うん、でそこからやっぱり時代に応えるような全く新しい学校を作っていこうじゃないかとそれしか生き残る道はないんじゃないかっていう考え方であの改革を進めてきた感じですね。 その時に学校名校名を広学園さんに変えて学校もまあ今のようなビルの形になってかつ驚学化した時ですよね。はい、その頃金子先生は広報としても担当されるようになって実は私初めてお会いしたのその時だったと思うんですけどもやっぱりその外に取り組みを知ってもらうっていう立場からやられてたと思うんですがどんな感じでやられてたんですか やっぱり今までそれまでやってきた広報の仕方っていうのはもうこれダメだと。で、まあ、よくいろんな学校の話を聞いた時にその外に発信するようなあんまり大したものがないみたいなことを言われたりするんですけどもその時点で僕ら考えてたのはななかっったら作ろううていうことなんですねやっぱり人々に評価されるような教育システムであったりプログラムであったり。 もうないんだったらそれを作ってそれでそれをどんどん発信していこうとやっぱりせっかくやってるものを発信が下手くそであったり発信力が弱かったりしたらせっかくのものが生きないわけですからだからそこをまあその改革の根底にあったのはそういう考え方だったと思いますね。なんか作るといいう観点において何が一番 作り出したののかかなといいうのをちょっっお伺いしたかったです、うん、そうですねまあ従来どこの学校でもやってるよねっていうようなものを作り出してもこれはあんまり評価を受けないですよね。うん、あのあれこういういいのはあんままり今までないぞっていうものをあのちゃんとやってですねそれを発信すればあれこの学校なかなかやるなっていうふうに変わっていくと思うんですよね。うんうん その繰り返しを常にやり続けたっていうその一つが ICT っていうような感じですかあ、実は良いとそういうとこありますうんだから結構あの、まあのま大学入試の実績っていうところも当然あるんですけどもそれ以外の,あの研究なんかは結構大学並みにいろんなところとコラボしてやられたりもしてますよねあ、はいはい、あのまあ、最初教学にして広学園になった時は 我々新学校になるぞとでその時に僕らの頭にあったのはあの上位にある進学校の後を追いかけようということを一生懸命考えていろんなことをこう学んでそれを自分たちもやってきたと。だけど途中から特にやっぱり中間のリーダー層ですねそのあたりからただの進学校の後追いでいいのかっていう意見が出てきて。 まあ進学実績はもちろん大事なんだけどただの進学校の後追いに終わらないようにしたいとそれで生まれてきたのが維新サイエンスコースの研究活動になったわけですねあかなりあの本当に本格的な研究をしてい、うん、いろんな賞も取られていますよね。はい、だから、まあ、我々見ていてももうすでに内容のレベルが高すぎて我々も理解できない。<laughs> なるほど。 とというところを言ってますね2020年の新型コロナによる一斉休校時にはいち早くオンラインの活用もされていたかと思うんですけどもその舞台裏なんかもお聞かせいただけますでしょうか。そうですねあの先ほどお話ししたようにやっぱり導入してあったっていうだけじゃなくてもう学園生活そのものにこう馴染んでいたっていうことが大きいと思うんですね。うん、で生徒もそうだし教員たちもそそううだだしし教員 ただやっぱりその時に我々非常にありがたかったのは生徒の有志たちが2020年の新入生っていうのは一回も学校登校できてない、うん、そこでオンンラインが突然始まるわけですよね、うん、これは生徒新入生かわいそうだっていうんで有志の生徒たちがそのオンライン授業の参加の仕方のサイのサポートサイトを立ち上げてくれたと<ー>いうことがあって。 で困ったことがあったらここに質問してねとで質問フォームで来ると有志生徒たちがそれに的確な答えを出してくれると、うん、でさらにはこれもびっくりしたんですけど先生たちも大変だろうから先生のための質問フォームってのができたんで <laughs> なるほど <laughs> すごいですねで後で聞いたら生徒の質問も多かったんだけど それ以上に先生方の質問が多くて <laughs> で生徒たちは的確にそれに対するこうじゃないでしょうかっていう答えを返信していたとそんなことがありましたねなんかあの先生ができないことをできないって正直に生徒に言える関係って素晴らしいなと思って今お話伺ってましたやっぱり楽ですね。<laughs> <laughs> いかに頑張らずに一人よがりで頑張らずにみんなの力を借りる、うん。それがスムーズにいくコツなんじゃないかなっていう,ふうに思います。逆にちょっと先生についてお伺いしたいんですけども、いわゆるまあ働き方改革なんていうのが結構まあ言われてると思うんですけども、学園としてなんかそこに取り組まれていることとかってあるんですか。そうですね。疲労学園になってからこれはずっと一貫してるんですけども。 その部活付けにならならい実を言うと日本中の学校の大きな問題点ってやっぱり部活は大変教育力のあるものではあるんですけども,、はい、もうそれにこうのめり込みすぎちゃってバランスを大きく崩しちゃってるのが現状だとそれでいろいろトラブルが起こってるというふうに思うんですよね。ですのであの広がけになって以来になりますけれども。 部活は週三回という制限、うん、これは全国出ていく部活であってもあのどんなに強くてもその制限をつけると、うん、いうことでやってきましたねその制限の中でもやっぱりあの成果を出せるものですか本当に時間のない中で、うん、その時間内の中でどうやって全国で戦うとかああ面白いですね、うん、それだけ うんまあ、彼らの高校時代とか中学時代って相当濃密ななものになりますね、うんうん、で教えているのは、まあ、学校の顧問の先生だけではなくて外部のコーチなんかも来ててもらってる感じですよね、まああのまあ、当初はそちらの方にシフトしようかっていうふうにやったんですが、まあ、そうなるとだんだん教員の方があんまりタッチしなくなるっていうことも起こってきて<ー>ちょっと戻しましたですね、一時。 あのでも、またやっぱり時代の流れもありますんでねその辺のこう様子を見ながらまたやはりそういうコーチにある程度変わってもらうっていうことは進めようとしているところですねこの辺バランス取りながらやっていく、うん、まあどっちか一方ではなくてバランスをどこに置くのかっていうのがこれからの課題なのかもしれないですよね。うんはい といったところでそろそろ時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は疲労学園中学校高等学校の金子悟先生にお越しいただきました金子先生貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました 学校 ICT のここが疑問皆さんこんにちはパーソナリティのさつき株式会社鳥居です橋です今回はギガスクール構想で端末が導入された後の疑問について話していこうと思いますはい端末は導入されたけどてんてんてんっていうのをよく耳にするんだけど橋さんは何か聞いたことあるこのてんてんてんとは一体何でしょうか あ、例えば私は Wi-Fi の整備がまだできてない間に合ってないというのを聞いたことがありますがそういうことですかそれもよく耳にするよね最近では端末は導入されたけど OS が混在しているっていうのをよく聞いたことがあるようん。どういうことかというと低学年は iPad 高学年は Chromebook 先生は Windows が整備されているような学校がたくさんあるらしいよそれは一 学年別で分かれているので大丈夫なようにも思えるんですが何かか問題あるんですか僕も教員ではないのでその辺の不便さをよくわからないけど先生も一つの学校をずっと担任するわけではないので学年が変わればまた新しい OS を覚えることになるのかな。なるほど確かにそうですよね。子どもたちはすぐに順応するかもしれないですが先生はただでさえ忙しいのにもっと大変になるかもしれないですよね。 そうだよね。関東のある学校では BYOD 環境を見据えて大型提示装置の整備が始まったところもあるけど将来を見据えるといいのかもしれないけどね。OS の混在については運用面ではこんなことを聞いたこともあるよ。はい、大型提示装置が導入されている学校で QR コードを画面に表示して端末から読み込む時のことなんだけど。あ 私もよくお店で QR コードをスマホで読み込んでアプリをダウンロードすることがありますが同じことですか特に不便さを感じたことはないですがそうだよねしかしそこが端末によって大きな差が出そうだよスマホ感覚で読み込みができる iPad の操作性が1枚上でいいようだねあ<ー>少し時間がかかっても慣れれば問題ないのかもしれないけどね これから本格的な運用に入った時にもっといろいろと出てくると思うけどその現場の声や疑問にしっかり取り組んでいこうそうですねしっかり深掘りしていきましょうそれではこの辺で学校 ICT の「ここが疑問」「パーソナリティの鳥と橋でした。 片岡新一のラジオシャバーさん。市川工業の片岡です。前回の収録の後、ルミネのマークスウェブに寄りました。その時、柚子の香りのシャンプーやオイルがたくさんありまして、思わずゲットしました。教員は生徒から見たら商品だと思います。あまりに疲れて寄れるだと、納税者に申し訳ございません。そんなにお金はかけられないけど、みなりは気にしたい。 えそんな先生方のために、えー、今日は私の主観でですねいろいろ紹介してみたいと思います、まあ、デパートの1階は気遅れしますし値段がというのがありますけども、まあ、無印とかオルビスマークス・ンド・ウェープくらいなら何とかなるのでしょうか、えー、無印はですね、えー、トータルケケアアがが可能なな安価なスキンケアがたくさんありますリアル店舗もとても大きい、えー、例えば有楽町の店舗なんかとても大きいですよね さらにアプリもあってポイントも貯まりますし、何より男性ですとお菓子や雑貨もあってとても買いやすいと思います。オルビスはですね、実は私20年ぐらい前に生徒に教わりました。親会社はあのポーラです。現在はポーラオルビスホールディングスといって、専門店だけあって知識もとても豊富です。アメアスムージーなどのインナーケアもありますので、とてもいいかなと思います。 でここもですね、アプリがありますので、ポイントがたまったりですね、いろんなメールが来て割引が効きます。最後にマークスウェブです。ここはですね、オーガニックにとても強い化粧品などを売っておりまして、価格は無印やオルビスよりちょっと上です。だいたいシャンプーなんかでと3000円台ですかね。ただですね、香りがとても懐かしい感じがしまして、好きな方にはとてもいいんじゃないかと思います。 私も先週、えー、買った時にですね、まあ、ユーザーとかそういうのが自然っぽい香りがしてとてもいいかなと思いますあと壺押しとかブラシなんかもありますので、えー、見ていてとても楽しいお店ですただここはですね唯一アプリがないのは欠点でございます、えー、香りに敏感な生徒もいますので、まあ、香水まではとはいきませんけども少しでも自分自身のケアに目を向けることで、まあ、気持ちの余裕も出ると思います 最近はアルコール消毒次亜塩素酸ナトリウムということでですね先生方も掃除をしてガサガサの手になっているのではないかなと思います自分自身がそんな感じですと気持ちの余裕も出ませんし子どもたちに迎えるときも何かがっかりということもあるかもしれませんそんなところでこのようなスキンケア商品ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうかティーチャーズシフトは 毎週月曜日の夜に配信しています YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください Creativity is not an outcome. Creativity is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure. It's a choice to believe in yourself, your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us, and unlocking it starts with a choice to make the leap.